バイオハザード RE4 前回追加プレイしていきましょう。さて、リヘナラタンと楽しく戦ってるというところからですけど、ここやだな。俺やだな、ここ。破片手榴弾の方に持っとくか。よし。あと？こっちに？ある？ライフルの弾すごいいっぱいくれる。理由はよくわかる。サブマシンガンも結構くれるのか。よし。とりあえず周りはこんなもんだ。ここの自動ドアさ、なんか自動で開かないようにできないかな。よし。特殊スコープ。ああ、そうか。組み合わせばいけるよね。クラフト。これと。はい。で、クラフト。あ、やべ。こっちに赤あった。まあ、いっか。特殊スコープ。先日の短時間の停電により、仮死状態で保管していた実験体が活動再開。極低温層を破壊して脱走した。発生から20時間で事件は収束したが、7名が死亡、19人が、重軽傷を負った。今も1名の遺体と工具が実験体の、倒さないといけないのか。実験体の中に取り込まれたままだ。本事案の原因は不安定な給電状況によるもの。過密を極める実験スケジュールに、旧式の発電設備が耐えきれなくなっている。今後このような事故を防ぎたいと考えるなら、研究者よりも技術者の要望を優先してもらいたい。装備する。ん？あ、パーツを着脱か。特殊スコープ。この状態でさ、当たんのかな？無理か。やんなきゃいけないのは、ここですよと。あれ？開けるには工具がいるな。工具をこいつらに出してもらわんといかんらしい。あ、いける。よし。オーケー。次。やばい。うえ。やばい。ちょっと動揺で外してる。すげえ使っちゃった。工具担当はこっち？ん？え？違う？え？こいつらじゃない？こっちにもいる。いっぱいいる。わあ。わあ。あ、持ってるわ、こいつ。さ、無駄なことした。あ、弾なくなった。痛い。よし。レンジなんかで代用しろよ。できんだろ。無理か。無理だな。それはなんか別の方法でもいけたんじゃないかな。え？ああ、書き込んでる間、耐久しろってか。ほら。やばい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 。よし。これ投げ込んでくるかな？オッケー。よし。はいはい。わかったわかった。ありがとうね。ほら。
危ない。ちょっと待って。よし、やべ、よし、危ねえ。いや危ねえっていうかめっちゃ食らったわ。いった、火つけたな。よし、7発しかない。もうあ、乗り越えてきてる。使うか。 OK。 どこ行けんだって。あ、ここにあるわ。よし、銀のトークン。トークンか、微妙だな。レベル3、黄色くこっちか。マジか、倒れてくれよ。もうよし、これやったらなんか来そうだな。大丈夫？アシュリーを隠すポイントがあって、リヘナラタンだけならいいんだけどな。俺もう一人の方が嫌いなんだよな。こっちか。アシュリー大丈夫か。薬打たないとな。今打って効くのかそれ。抑制だろ。レオンも時間ないな。レオンも相当来てるな。セーブしよう。遅くなった。いえ、ありがとう。薬持ってきてくれたんだ。立てるか。ロイスはどこ？君を心配してた。最後までな。急ごう、時間がない。こいつらを取り除く。ルイスのためにも。ほんとルイスメイン役どころになったよな。情報が欲しい。あ、エイダに。寄生体を除去できる施設について何か知らないか。重要な施設はすべて山頂の教団本部に集まってる。山頂すればそこね。さすがだな、エイダ。なんかこんなブラックバス取っちゃダメだと思うよ俺。よし、なんかメモあったね。
囚われた研究者の手記、何の前触れもなく俺たちは監禁された。一人ずつ隣室に連れて行かれ何かされている。さっきは同僚のアナベルが、次はおそらく俺、考えろ、頭を整理するんだ。プラーガに感染した奴らを全員教習、サドラの言いなりになる。命じられるまま文字通り死ぬまで働く。嬉しそうにうすら笑いまで浮かべて。反面知能がミミズ並みに低下するから、頭脳労働させたい場合には使えなかった。でも新しいプラが上位種の開発に俺たちは成功した。上位種には特別な変異能力はないが、感染後も全く知能が低下しない利点がある。これを量産して例の、誘拐作戦でターゲットの娘に投与する予定らしい。感染後も知性を保つことが重要だからだ。テストは全て成功、量産の目処も立った。プロジェクトは至って順調。そして俺たちは監禁された。隣の部屋では俺に上位種を投与する準備が進んでいる。アナベルは別になった。あの顔、あの幸せそうな顔。何か書いていないと狂いそうだ。読む奴なんかいないのに。読んだぜ。なるほどなぁ。これでもどこ行けんだ？ああ、ここか。行けるか？隣の部屋ってこっち？こっち側か。中から開けてくれ。あ、でもあそこ張り紙貼ってあるってことはあれいいんじゃない、武器商にいいんじゃない。鍵開けなら任せて。お得意だね。お、いるね、よかったよかった。もし手が空いたら、あ、また青メダリオンか、あるんだね。はい、ライフル、ショットガン、通過。よし、おちゃん、新しい物がある。本当？それで何がお望みだ？え、あるか、新しいやつ。ここで金を落としていくか命を落とすかだ。まあいっか。とりあえずないんだよな。ウェルカム。違う、売る。カード機いらないんだもう。レンチも売れるんだね。いつもこうならいいな。これと森山。他にはまた来いよ。射的があるね。アシュリーと射的来たことないよね。ルイスはね、ノリノリでやってくれたけど。レオン何やってるのとか言われたらどうしよう。めっちゃ増えとる。まあでもこれやっとくか。うわ、すごい喜んでる。あー、やりづらい。はい、あれ、あ、時間でも結構かかるな。あ、前に来るのか、こっちか。なんだ、そういうことか。あ、こっちで待とう。じゃあ1、2、3、はい、はい、よし。あー、時間がやっぱ遅かったか。やったね。すげえ喜んでんの、なんかあれだな。結構早っ。弾速がえらい遅いのか、これ。これは撃たないで。え、
5本ずつどうやって入れてんだろう。マイン装備の方がいいのかこれ。おっそ玉。おっせ。よし。めっちゃ当てづらいわこれ。弾速こんな遅いんだ。ライオットガンの。よいしょ。はい。はい。はい。よいしょ。よし。あ、リロードできん。弾少ない。ああ。ああ、クソ早い。なんだ。ああ。おーおいおいおい、ここでショットガンか。あ、違うな、貫通かこれ。くっそ。でもちょっと自己肯定感上がるな。開けとくれ。あー、ノーマルか。古文か。レアが欲しいけど、やっぱ、あれかな、金のやつじゃないと出ないのかな。お、出る。エピック。エピック。お疲れ、楽しめた？え？そんな、余裕あるな、アシュリーも。そんな感じだったら、うん。ご利用は無計画にだ。おー。ちょっと楽しんできたよ。計画とかそういうの抜きで。はい、ということでじゃあこれ一旦区切りましょうか。ちょっと早いけどね。次回この先に進んでいきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。